メオルトはフランス、オードフランス地域圏、ソンム圏のコミューン。第二次世界大戦後までフランス航空産業の一大中心地だった。コミューンの土壌は大地と低い谷底はほとんどが粘土質である。仮想土は尾根で露出する、石灰岩で沖積層によって形成されたラサブロニエールという渓谷には砂地がある。ボアビオと呼ばれる場所では粘土が見つかる。 コミューンの起伏は南が大地で中央が渓谷のあるメオルト集落である。メオルトではアンクル川とそのシリューラホッセ川が交差している。コミューンとしてのメオルトはアルベールの人口集積地の一部である。メオルトの村は第一次世界大戦中に完全に破壊された。戦艦機に再建された。1960年代から1980年代に建設された。 住宅団地は都市構造を拡大した。古い文献でメオルトを特定する綴りが見つかる。メルス、ミラ、ミアウテ、メイアルト、ミュート、メルトである。地元の伝承によれば、ミルトは水の真ん中に配置されたを意味する。これは村の北西部を囲んでいたらホッセ側からアンクル側に流れ込んだアルエーズの流れを意味する。我々が ロマンス書語で出会うメルトという言葉は、司法の管轄権が及んだ土地を意味する。近代、メオルトの村には重要な事実がない。1736年、村の領主はパンティエーブル公爵であった。フランス革命のさなか、メオルトの教区司祭ドゥラポルトは、聖職者民事基本法を宣誓した。彼は1792年にコミューンの主張に選ばれた。メオルトは、 第一次世界大戦でひどい被害を受け、1920年にクロアドケール勲章を授かった。村は戦艦機に再建された。メオルトはまた第二次世界大戦開始時、フランスの戦いで1940年5月10日に爆撃された。メオルトはフランスの航空産業発祥の地の一つである。メオルト出身のアンリ・ポテは1924年に 飛行機を製造するポテ社の工場を設立した。当時、それは世界で最も近代的な航空機工場だった。その後工場は人民戦線政府によって戦略産業として国有化され、以降もポテ社が管理するスナキャンと合併した。戦後にノールはビアシオンとなり、ベオルトの工場は最新の飛行機を生産し、 国の航空プログラム用航空機部品の生産を開始した。継続された事業統合により、航空機工場はノール・アビアシオン、ついでアイロスパシアル・アエロリアが所有した。2015年以降、工場はステリア・アイロスパス社に統合された。2017年時点のコミューンの人口は1254人で、2012年、当時の人口より4.42%減少した。 参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに、住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カシニー、2006年以降、INSEE ステリアエロスパスの一部である、ベオルトの航空機工場は、地域圏の真の経済上産業上の灰である。 ステリアアエロスパスは航空機メーカーと航空会社にグローバルソリューションを提供しており2015年1月1日にアエロリアとソジェルマが合併して誕生したステリアアエロスパスはプレミアムクラスの航空機構造で基調席と副基調席を設計、製造する2016年の売上高は21億ユーロで同社は航空分野のメイン企業に数えられる ステリアアエロスパスは、エアバスの全額出資主会社で、エアバス、ボーイング、ボンバルディア、エンブラエル、アグスタウェストランド、ダッソー、シンガポール航空、エティハド航空、タイ航空といった航空会社が顧客である。ありがとうございます。